まず趣味の範囲からお話しますと、 SNS で好きな漫画やアニメのファンアートをよく書いて発信しております。それがきっかけでつながったお仕事とかもあって、こうメールでやり取りしながら書いて発信しております。一番にこだわってる点としましては、ライティングですね。光と影の当たる面積を意識してよく書いております。まず最初に届いた時にもうすごい軽くて、何が入ってるんだこれはっていう感じだったんですけれども、同機種と自分が持ってるのと重さ比較してみても明らかに軽くて、しかもなおかつ画質も良くてですね、カンバスサイズを拡大してもすごいドット抜けしてなかったりだとか、すごいくっきり見れて、なんか繊細に映し出す機種だなって思いました。ストロークに関しまして、すごい長く描いても途切れることがなく、もう綺麗に入り抜きができる印象で、塗りに関しても色をタッチで重ねていく分には問題ない。アイデアが行き詰まった時とかあったんですね。でそういう時にベッドとかソファーの上にこうコンセントを抜いてすぐ着脱して持っていけるっていうのはすごいストレスフリーだなっていうふうに思いました。パワーが非常にありますので、まあ、メイン用途としても活用できますし、サブとしても柔軟に対応できる機種だと思います。今回ルークスさんで描かせていただいたイラストに込めた意味といたしましては、ルークスに秘められた可能性を表すべく、後ろに大きな日本の特徴の富士山であったりとか、まあ、描画する主人公をメインにして、その画材で筆を扱っているような描写を用いて、その色鮮やかに描けるんだよっていうところを表したくて、割とビビッと目に表しました。皆さんこんにちは、どうもありがとうございます。井出でございます。このセッションではですね、今の動画を見ていただいたんですけども、富士通クライアントコンピューティングさんのですね、最新機種 FMV Lux、 これはワコムの方からも最新のペンのテクノロジーをご提供してるんですけども、今日はですね、その FMV Lux、 そして富士通クライアントコンピューティングさんのデザインを統括されているチーフデザイナーの藤田さんをお迎えしてですね、いろんなお話を伺いたいと思います。それでは早速お迎えしたいと思います。藤田さんどうぞ。どうもどうも、ありがとうございます。ありがとうございます。いやいや、藤田さんどうもありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ね、今すごいいい動画もありましたけども、ね、ちょっと簡単に自己紹介をお願いできますか。はい、僭越ながらありがとうございます。はい、富士通クライアントコンピューティングから参りました藤田博之と申します。私は今でも自分はプロダクトデザイナーだというふうに言っていますが、画面に出ております通り、まあ、富士通という企業ですね、いわゆるインハウスのデザイナーを、まあ、30年強務めています。私の経験の中で、まあ、表示している、まあ、携帯電話この誕生から、まあ、スマホへの移り変わり、まあ、そういったものを通じて、うん、まあ、人と技術、うん、まあ、人とデザイン、まあ、社会の変わり方、そういったものを経験してまいりました。またその中で最近では、会社でですね、社員の働き方とか社員の環境、職場環境であったりとか、うん、まあ、いわゆる経営のデザインと、そういったところも一つのミッションとして関わらせていただいています。うん、あ、なるほど。はい、こういうオフィスに伺うと、なんかとっても自由な空間がありますけども、ワコム様に負けじとですね、綺麗なオフィスを作りたいと。なるほど。あ、そういったこともあれですね、藤田さんされてるんですね。そうですね、はい、最近はいろいろやらせていただいて、はい、なるほど。はい、でも心の魂はプロダクトデザイナーってことで。そう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 、はい、そうです。いいですね、はい、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。
はい、じゃあちょっとその藤田さんからこのルークスの少し、うん、はい、紹介をしていただけたらなと、はい、2分ほどいただいて紹介していただきたいと思います、はい、まあ、改めましてこのルークスという名前は、ルックアットエクスペリエンスということで、その時代の最先端の使い方を幅広いお客様にご提供したいという弊社のブランドです。まあ、この時代誰でもが情報を発信できます。その時に作って伝えるというこのワクワクで楽しいことを幅広いお客様にお伝えしたいということです。特に FMV は初心者や高齢者の方にもご支持をいただいていますので、そういった裾野を広げたいという思いがあります。今回このルークスを使うにあたって、お客様にこういったことを感じていただきたいなというワードをいくつか用意しています。まずは PC を持って出かけたいと思っていただきたい、そして今書きたい、書き心地がいいなと思っていただきたい、そして、まあ、自由、今働き方がどこでも働けますが自由っていいなというように感じていただきたい、うん、そして、ギガファイルの扱いが楽だというちょっとオタク的な話もございます。なるほど、はい、こういったことを実現するにあたり、とにかく道具として軽くしようということが一つの命題でした、うん、そして、一つの大きなポイントであるペンですね。今回本当に幸運なことにワコム様の最新の AES ペンを採用させていただくことができて、非常に書き心地評価いただいていてありがとうございます。はい、そしてですね、少しオタク的なご紹介になりますが、この装置をセカンド PC として使って、やはり自宅やオフィスではメイン PC、 パワフルなマシンで作業したいという方がこの中にも多くいらっしゃると思います。今回のこのルークスはメインの PC に接続していただくとセカンドディスプレイになったり、うん、液晶タブレットになったり、さらに外付けの、ハードドライブ SSD として認識できます、うん、まあ、つまりルークスの中に、作業ファイルを常に置いておくことで家でも外でも自由に使えるというところあります、うん、まあ、こういったことですね、おそらく今 4K の編集をされる、うん、10ギガを超える動画を作られる方とか、多数100を超えるファイルをまとめて編集される方、そういったデータの移行に困っているという方には非常に効率のいい使い方をしていただけるかなと思っています。いいですね。まあ、こういったハードや使い方含めて、いろいろな賞もいただきまして、おかげさまで評価をいただいています。ありがとうございました。以上になります。ありがとうございます。はい、そうですよね、もうこの軽くするっていうことと、ね、はい、僕らもわずかながら貢献させていただいた部分ありますけども、はい、先ほどペンの紹介しましたが、本体の方もそうですよね、はい、タッチモジュールを、ね、極限まで軽くするみたいなことをやらせていただきましたけど、はい、そうですね、藤田さん、このルークス、はい、ターゲットをされるお客様層みたいなものがこう、うん、今も、ね、動画でクリエイターさんとか、うんうんうん、少し若い世代の方とかいらっしゃるんですけども、はい、はい、やはり若い方、先ほどね、うん、FMV ってこう初心者の方と申し上げましたが、はい、やはり今時の若い方にぜひぜひ使っていただきたいというふうに感じています。はい、いうことですよね。はい、まあ、そういう、まあ、いろんなこう層がある中で、うん、ちょっと今日はこのセッションの、はい、特別ゲストとして、はい、このルークスの新しいというかですね、うん、改めてターゲットユーザーになり得る、うんうん、まあ、大学生、うん、大学生、非常に興味ありま す、ね、大学生がルークスを使ってみた、はい、じゃあそこからどんなフィードバック提案があるのかということをですね、うん、実は、ワコムがですね、うん、持っているデザイン部門ですね、はい、西澤さんが率いる西澤さんのデザイン部門に来年入社が決まっている、うん、川瀬さんという現役の、はい、日芸のです、ね、美大生の、うん、人にですね、ちょっと企画をしてもらったということで、はい、ご紹介したいと思うんですけども、いいですか、呼び込んでも。はい、それではですね、ワコムが誇る伝説のデザイナー西澤さん、そしてそのチームにですね、来年の桜の花が咲く頃入社が決まっている川瀬さんですね、現役の大学生川瀬さん、お二人に登場していただきたいと思います。どうぞ。どうもどうも、ありがとうございます。怪しげな感じで、はい、川瀬さんもありがとうございますね。はい、あ、こうですね、あ、ごめんなさい、こう、これね、じゃあちょっと自己紹介を、はい、はい、いいですか、はい、はい、私からで、はい、あ、そうですね、ちょっと座りますか、なんかずっと立っちゃっててあれなんですけども、はい、じゃあまず西澤さんから、はい、はい、ご紹介いただきました伝説のデザイナーの西澤自分で言っちゃった、はい、伝説です、イエーイ。で
現役美大生の川瀬です。お願いします。お願いします。内定おめでとうございます。おめでとうございます。このねお二人でちょっとどんな企画をしてくれたかいいですか、説明してもらって、はい、じゃあ早速なんですけども、はい、あその前にですね、はい、川瀬さんは昨日の別セッションであった、はい、あのあ学芸浜松学芸高校の出身、うわー、またストーリー深い、はい、めっちゃほぼ泣きそうでしたね僕あのセッション。あの本当ですか。あの学芸高校の生徒がプレゼントを、ね、仕込んでくれて、そうですよね、はい、ね、縁がありますね、はい、ぜひぜひいい縁で、はいはい、行きたいと思います。恵まれております、はいはい。じゃあ早速なんですけども、はい、あの今日あのお持ちしたこのパネルになるんですけども、彼、川瀬さんは現役の学生さんということで、うん、あの身の回りにいらっしゃる美大生の仲間に、声をかけていただいて、うん、総勢十数名ですよね、15名ですね、うん、の方々にあのちょっと1週間というすごく短い時間ではあったんですけども、うんうんうん、あのご意見を聞いていただいて、その中から、まあ、あのいくつか意見を拾っていただいての、まあ、学生から見るとこんな機能とかこんなアイテムがあるといいよねっていうものをちょっとここまとめてもらった感じになります、うん、はい。でなんか川瀬さん的にはなんかいろいろこう特に今日ここでパッと言っておきたいポイントとか、うん、あのもしあのいいことだけじゃなくてもいいらしいので、ちゃんと藤田さんの目を見て言ってくださいね。わかりました、はい、今日は無礼講が許されてるって話なので、もう酒も入れちゃいますか、藤田さん。もういいですか、はい、いいですか、それ大丈夫です、はいはい、なんで、まあ、そこのネガティブなものももしあったとしたらそこも含めてのし何かあれば、うん、はい、お伝えいただけると思います、はい、わかりました、はい、とりあえずあの自分も使ってみて、このクリエイティブな活動を行う人たちにとってはまさしく本当にこの必要となるような機能が詰まった商品だなと思って使わせていただいたんですけれども、この特に学生の時期っていうのは新しいチャレンジにこう取り組む時期だなというのも思ってまして、その際にそのチャレンジする内容に応じてこの物をそれぞれ買ったりすると、うん、学生からするとやはり一つ一つのコスト面とかで、うん、なかなか手がつけられなくなるんですけれども、うん、これ一台でそれすべてを行うことができるというのはまさしくその学生優しいという、うん、まあ、その通りの製品だなと思って使わせていただきました。ありがとうございます。いいですね。いい話しかなかった。そうそう。あ、そう。何か、そうですね、こからですよ、藤田さん、こからですよ。まず上げといて、はい。少しちょっと、ま、気になった点といたしましては、やはりペンの充電の部分で、うん、ま、いちいちこの抜いて刺してでこう充電しなきゃいけないのは、やはりちょっと面倒くさいなって、うん、リアルな声でいろいろあったんですけれども、はい、まあこれは。ネガティブに捉える必要はないのかなと個人的には思ってまして、はい、で今回ちょっと提案の部分で下にちょっと書かせていただいたんですけれども、うん、やはりこのペンをこう充電するためのアクセサリーみたいので、うん、よりペンのカスタマイズ性みたいのをこう狙っていける感じになるのかなと思って使わせていただきました。すごい、あの、ね、ネガティブなことをポジティブに変えていくところはさすがですね。ただまあ、本質的にペンの、ね、充電についてはあの、うん、ワコム様の方にも向いてね、そうですよ、ぜひぜひお願いしたいところがありますけど、これは川瀬さん、西田さん、僕らの宿題じゃないですか。そうなんですね、結果的にブーメランで帰ってくる、ブーメランで帰ってきました、はいね、はい、うん、いや、でも本当にあの、あ、この右側もご説明いただけるのかな、なんかあの、さっき実は私もこのパネル、あの初めて見たんですが、うん、非常に、ね、うん、面白いし、はいはい、この活動にぜひ加わりたいなっていう、いいですよね、ぜひ広げていきたい、お願いしたいなと思います。せっかくこのキーボードも一緒についている製品なので、はい、せっかくであればこの180度というか手に持ってそうですよ、ね、書いたりできる方がいいなっていうところで、はい、ってなってくるとそのキーボードに手が触れてしまってこう入力してしまうみたいな問題点においてこの板タブみたいな機能を用いてこのキーボードをなくしつつキーボードの機能もこう入れられるような製品の方をこう目指していきたいなと、うんうんうん、ありがとうございます。ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、どうしてもあのペンとキーボードのこの関係っていうのはちょっと永遠な課題みたいになってるところはあって、うんうん、なんとかしてその両立をしたいと、はい、まあ、思ってはいますね、やっぱり、はい、そうですね、いや、いいじゃないですか。ちょっとね、1週間今日っていう短い時間だったんですけども、川瀬さん、これ使っていただいたあの、はい、学生さんっていうのは
こうみんなそれぞれ違う分野のデザインを勉強している人たちなんですか？あ、そうですね、はい、もうグラフィックや建築、うん、他にもあの今回この写真学科の人や音楽学科の人も、音楽学科も、はい、いろいろな方に触っていただいて、なるほど、なるほど、いいですね、はい、いいですね。で、いろいろな方からの意見をちょっと今回こちらにまとめさせていただきました。なるほど、ありがとうございます。なるほど、なるほど、ね、でも藤田さんおっしゃってましたけど、なんかこれで終わらないというか、ぜひ、ね、うん、ね、そうしていただきたいです、うん、実は西田さんとも今日初めてお会いしましたから、ぜひ。ということなんですよね、はい、この実は西田さん伝説のデザイナー、この今 FMV ルークスに採用されている、うん、ワコムの最新のペンですよね、うんうん、リニアペン、うん、はい、これは担当しました、はい、はい、あの、なんだろう、ちょっとそのワコムの中で今までそのビジネスのやり方として、うんうん、あの、まあ、お客様に我々 の、 その最高の技術を、まあ、ペンの最高の技術をあの、まあ、売っていくっていう中で、あの、まあ、ワコムとして考える、まあ、ペンの道具屋さんっていうスタンスから考えて、ベストなペンっていうのを作って、まあ、それをお客様に持っていくっていうのも あるんじゃないかと。でそれって、まあ、そのデザインの押し付けとかそういうことではなくて、あのメーカーさんによってはもちろんそのインハウスのデザインでリソースを割くこともできると思いますけど、うんうん、あのそうじゃないメーカーさんもやっぱりいらっしゃって、うん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 、ペンは使いたいんだけどリソースがないとか、うんうんうん、まあ、そういうお客様にも応えられるように、うん、あの、まあ、ベーシックなあの製品をワコムの方で用意をして、うん、で、まあ、必要に応じてそのお客様のところでチューニングしていただくっていう、うん、あのことをやっていく、うんうん、それの流れであの制作したあのペンになってまして、はい、こちらのわがままをいつも聞いていただいているという、はい、聞いてま す、 そ、 うです、ね、まあ、そこはね、蝶々発誌で、ね、はい、お互い磨き上げながらですけど、はい、藤田さん、どうでした印象は、あのリニアペンの、まず、あのペンって最近こうなんですか、ね、金属にすると重くなる、うん、でも金属の食感はいい、塗装だとみたいなのありますけど、非常に食感がねいいんですよね、はい、だからそういったところと、あと太さとか、まあたかがね、ペンと言いつつも本体につけたいとか欲求がいろいろこうありますので、うん、はい、非常にあのなんていうのかな、嬉しい素材で良かったです。あの癖もなく、あ、いいですね。ありがとうございます。これ西田さんテーマに合ってるんですか？はい、一応あの狙い通りというか、はいはい、ありがたい。はい、いや本当にね、今ね、シナリオないですよね。いや、まさに本当まさに、はい、食感みたいなところをね、西田さんすごい、はい、そうですね、追求されてるんですよ、はい、あのデザインってあのただその見た目だけじゃないじゃないですか、うんうんうん、で、まあ、いつも日頃こう気にしていることっていうのはもちろんその中にはやっぱ技術があるんで、そこをやっぱりこう、うんうん、なんだろうな、そこを感じさせないっていうとなんですけど、うんうん、まあ、そういうのをラッピングしつつ、あのワコムの中でもその ペンとして の、 そのなんだろうな、直径だと太さだとか重さだとか、うんうんうん、その先端 の、 その視認性とか、はい、そういうところもやっぱりいろいろ考えながらやらなきゃいけないところっていうのがあって、うんうんうん、はい、そこら辺はいろいろ注力して今持ってるワコムの力を全部注いだっていう感じの製品になってます。いやー、誇り高いですね。いやいやいや、素晴らしいですね、はい、はい、ね、なので、はい、いう感じでもう僕ら全身全霊で今後とも、はい、はい、追求していきたいなというふうに思うんですけども、はい、ね、ちょっと新しくこのチームに加わってくれる川瀬さんとともに、うん、せっかく今日こういういい企画のなんか種みたいなものが見えたんで、うんうん、ちょっとこれぜひ、あ、もうぜひやりたいです ね、 ね、はい、はいはい、もうテーマ通りのコネクテッド、ね、まさに、はい、あのね、今回そのいろいろ調べていただいた中で、うん、僕もすごく気づきがあったんですけど、はい、やっぱり僕が当時その学生だった時の物の使い方とか、うん、あの生活とか全然やっぱり変わってて、うん、で特に今あのコロナで生活様式もさらに変わってるから、はい、っていう中でやっぱりそのいつまで経っても僕がデザインしてても、うん、あまりこう進歩はないかなって思ってる中で、新しいそのフレッシュな彼を迎えて、うん、まあ、あの富士通さんとかともいろいろこうやりながら切磋琢磨しながら新しいものにしていきたいなっていうふうに思ってます、うん、まあ、今の西澤さんの気持ちものすごくよくわかりますやっぱり人と物との距離感とかが本当に今違う、うんうん、そうなんですよ、うん、うんね、もうしたら知らないで次の世代がもう来るじゃないですか、うん、だからちょっと、はい、なるほど、常についていきたいなというふうに思いますね。ね、ね、うん、です、うん、まだでも引退しちゃダメですよ三沢さん、ね、この川瀬さんとフュージョンしながら新しい価値と体験を作っていくということで、はい、いいですね、続けていきたいですね。来月ぐらいですか、じゃあ金型立ち上げるのは早いですね、バッテリーのやつね、はい、ブラック企業じゃないですか。じゃあ本当に
ね、なんかちょっとまだ分かんないですけど、来年のじゃあコネクテッドインク、うん、またどんな風に今日の話が進化してるのかみたいなのをね、こう1年の旅をウォッチしていきたいと思いますけども、はい、ぜひ今後ともよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは皆さん、藤田さんとですね、伝説のデザイナー西澤さんと伝説のデザインセンターに入社の川瀬さんですね、大きな拍手を、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。またそれでは来年。ありがとうございます。